はい、こんにちは、ストーンボック監督と申します。ウェニングレブン2020マイクラブ実況プレイを始めていきたいと思います。はい、昨日ね、獲得した選手たちが、フィットしてきたといいますか、チームスピリットがね、95になったので、そろそろね、オンラインの試合に殴り込もうかと思います。実はですね、発売日当日、まあ、メンツが全然揃ってない時期に、まあ、その時チームスピリット高かったんで、オンラインの試合2試合だけね行ったんですよね。で、1勝1分け、でその状態で現在止まっております。はい、で、今日もね、勝利目指してやっていこうと思うんですけれども、コメント欄でいただいた、コメントでですね、まあ、この選手を育てたら使えるよという方、教えていただいたんですけど、教えていただいたんですよね。この FP 選手、この選手、コンヤド・ライマー。実はここは当たりだったみたいなね。上限レベル38と、まあ非常に高くて、まあコンディション安定度がちょっと低くて、所属選手、所属チームが、ね、なくて未所属なんですけれどもね。まあつまりライブアップデートのね、恩恵受けれない。まあ代わりに、まあライブアップデートによる不調にもならないですね。はい。なんですけれども、まあ結構強いですよね。スピードもあって瞬発もある。そしてですね、選手の特徴、プレイヤースキルですね。スキルがチェイシングとインターセプト、闘争心と、まあ結構ディフェンシブな、中盤なのかなという感じがします。結構ね、うちのチームにフィットするんじゃないかなと思ってます。はい。ちょっと育てていこうかなということで。でですね、今回、まあチーム、そしてね、教授の、後を継ぐ男、ルカ・ディーニですね。そして、チームの、まあ、フォーメーションなんですけれども、こんな感じでいこうかなと思ってます。もうちょっとポグも上げようか。はい。マルドナもね、うちに寄せて。はい、こんな感じのフォーメーションでいこうかなと思ってます。で、オンラインの試合ね、2試合だけやったって言ってたんですけれども、この中盤、カーンテ、ポグバ、そしてもう一人ね、ちょっと違う選手使ったんですけれども、まあ、今回、FP ガチャで登場したラインマー獲得して、で、この布陣で行くんですけれども、2試合やった中で、まあ、この中盤結構強いんですよね。4-3-1-2 のね、このフォーメーション。中盤強いんですよ。ただ攻撃はちょっとね、数少ないかなって感じするんですけれども、まあ、攻撃陣、この2人で十分ね、威力発揮してくれるんで、まあ、大体この3人で攻めるみたいな感じかな。この3人プラスサポートみたいなのつけて、攻めていくみたいな感じなんですけれども、両方のサイドバック、この選手たちは上がらせないようにしてます。一応ディフェンシブつけて、はい、2人ともね、ここ、はい、つけてます。セドリックとリュカ・ディーンですね。なので、まあ、中盤結構、中盤じゃないですね、ディフェンスは結構硬くて、まあ最初やってた感じでは、まあ、自然白玉やったんでね、ここ。まあ、それでも押し込まれてボールを取れなくなって失点するっていうこともあったんですけれども、まあ、この、なんて言うんだろう、7人で、きっちり守ったら失点してないで、結構いい感じで戦っていけるんじゃないかなということで、これでスタートダッシュ決めたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではね、試合の方やっていきたいと思います。まずはね、相手の方のレートから見ていきたいと思います。はい、レートの方290の方ですね。まだあれの期間ですね、10試合の間のルーキー期間か、6試合やって1勝5敗、そして勝率が 16.7% ですね。さあ効果これ普通に、ちなみにうちの方を見ておきたいと思います。現在2試合やって、まあ、言ってた通りですね、レート461、1勝1分け、勝率が 50%、まあ、今作はね 50% 切らないように頑張っていきたいですね。はい、ということでいきましょう。ゲームプラン、はい、うわ調子悪いめちゃめちゃ悪いやん。どうしよう、白玉使うしか、あスモリゴール、あ、びっくりした。スモーリングおるわ。よかったよかった。セドリックに変えてデマルコス。ここでも不調やけどね、しゃあないな。で、ロナウジーニョ。まあ、この3人で点取れるでしょう、頑張ったら。で、あとは特に変えるとこないかな。うん。これでいきたいと思います。まあ、相手もそんなに戦力揃ってないんでね。結構白玉も中盤のバデイス。あ、白玉おらんな、さすがにな。白玉おらんわ。うん。まあ、でもいいか。これでいきます。はい。イビ・ロペスか。オッケーオッケー、やっていくで、ゴー。はい、それではね、試合の方やっていきたいと思います。マンチェスターユナイテッド VS ボッカンとゲームチャンネル、舞台はオールドトラフォードアウェイですね。よっしゃ行こう。さあ、ね、AC ミランか、 AC ミランのユニフォームが、アディダスじゃなくなってたのがちょっと衝撃でしたね。ここ実は、プーマなんですよね。いつからか分からへんけど、なんかちょっとプーマ合わないなって感じなんですけど、ちょっとなんか前出てこないですね、相手。うちもあんまり出ない方がいいかな。ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さあ向こうそのまま出しそうやね。はい、やっぱり前半ゲームはスタートしています。結構人数はいますよ。おっとっとっと、デマルコス今日デビューぐらいです。さあ、やばいやばい、びっくりした。おお、メッシですね。誰もが見た、慌ててるね。はい、危ない、繊細なドリブルや、取れない取れない、守備はしっかりしたいですね、今日は。今日はというか、今作はね、マジで守備頑張ろう。そうですね。さあ、今日はゴールに絡んでくる。オッケー、ポグバからの、メッシ遅いな、出すの。さあ、メッシ。うわ。なんか変な感じで出た。まあいいや。いいだ。オッケー、判定。よっしゃ、ロナウジーニョがちょっと長いな。うわ。はいはいはい。マンチェスターユナイテッドは手元のデータによりますとポゼッションサッカーを強みとしているチームのようです。うん、大丈夫、しっかり一発いかないようにしましょう。そうですね、対策としては相手にボールを持たせて積極的に上がったところで結構サイドから来る感じかな。もう一つは相手の危ないね、そこを狙ってボールを出してナイスショートカウンターと、よし行こう、ポグバ。さあ3人も連れてるぞ、ポグバに。ポグバからメッシ、さあ繋がる。ああ、うまいこと攻めれてない。うわ、マジでそれ、そうやったね。キミヒか、キミヒでも今作欲しいと思ってるんですよね。取れるじゃん。おい、ちょっと囲みすぎやな、今の。囲みすぎとか、人数かけすぎや、あんなところで。サイドへ。OK、大丈夫。カーソルチェンジをね、増やして。多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。うん、オッケー、いいよ。さあ、このね、とりあえず最終ラインまで行かせてないかな。問題はね、おっと、行ってる。やばいやばいやばい、おっと、危な。オフサイド。危ねえ。まあでも特に、効果的な攻撃されてないんで、このね、ヘディングは勝てないんですよね。やっぱり、身長が低すぎるわ、うちの選手たち。柔らかいボール、いける。マーキーです。危ない危ない。よっしゃ、まあ、そうか。ファールです。ちょっと強引やったかな。およそ30メートルというところです。まあ一例でもいいから頑張ってね、これ失点を抑えつつ行きたいですね。なんかもうすでに3失点2試合目にしたんかな。え、びっくりした。入ったかと思った。セットプレーとはいえ失点したくない。さあどうしようかな、この辺だっすか。瞬滅スイッチ、オッケー、ナイス。教授からね、レギュラー奪った男ですからね、彼。ごめんなさい、今日初めて見る人には申し訳ないんですけど、教授って誰のこと言ってるかわからないと思うんですけれども、エバートン所属の、誰だったかな。レイトン・ベインズのことを言ってるんですよね。危ない。からのスルーパスをカットしました。レイトン教授のなんか不思議な街みたいなゲームあるじゃないですか。あっこからね、名前取ってるんですよ。スルーパスを出す、名前とかあだ名ですよね。デビラ、レイトン・ベインズ。緩く狙ったボール。さあ裏を狙って、で前作めっちゃ使っとったんですよね、その選手。そんなにまあ強い選手じゃなかったんですけど、序盤の方に獲得してすごい愛着が湧いて、そのままずっと使ったっていう経緯があったんで。中切り込む形。で今作ちょっと白玉になっちゃって、白玉じゃない、銀になっちゃったんだよね。よいしょ、おいしょ、ナイスナイス、オッケー、いきなり先生。これ、ね、メッシね、めっちゃ入るんですよね、打ったら。他の選手って結構枠に入らなかったりとか多いんですけど、メッシにだけ、まあ、メッシだけじゃないですね、メッシ、マラドーナも、まあ、この2人打っては入るみたいな、まあ、特にメッシはその傾向が強いと思います。なんか打ったら枠にも入るし、普通に強いシュートも打てるしね。めっちゃ強いし、なんか雨降ってますね、これ。さあ、ミラン、先制、1対0です。得点直後の気の緩みっていうのがありますから、まずこのリスタート後のボール、大丈夫、大丈夫。こっちで抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。ディーニュ、ディーニュ、おっと、さあ、シュートに行けるか、危ない、助かった。ほんまに危ないな。ボグバックから縦へ長いボール。さあ、ここでカウンター。オッケー、ナイス。会場ですが今、さあライマー、ちょっと守備線みたいなとこ僕の中であるけど、ボールが走りやすくなるのでコントロールには注意が必要ですね。取れる、オッケー、ナイス。うわあ、取れてないじゃん。中田から左へ、大丈夫、そこは一発で行かずに
遅らせろ遅らせろ、いいぞ、エデルからよしよし、いいぞ、キーパーキーパー、ナイス。これは繋がりません。後段ドーパントキックやった、この人持ってんの。まあいい、ディーニュ、いいよ、さあ行きましょう。ここは時間をそんなに急いでないんで、マラドーナに渡る裏を狙っていきます。オーケーオーケーオーケー、いいよ、カット、いやー惜しい、よいしょ、ナイス、チャンスを演出できるか、ルーズボールになる、よしよし、フィネスドリブルとかした方がいいかもしれないな。素晴らしいパス、おら、いやー惜しいもうちょっとしっかり打てへんかな。さあちょっと2点はリードしておきたいですね、これ。さあロナウジーニョコーナーキック、ロナウジーニョスタミナがあれへんね、コンパニーでかい。しかしはい、前半終了0対1ということで、まあまあまあちょっと1回危ないシーンはあったけど、しっかり守れてると思います。後半いきましょう。はい、それでは後半戦スタートです。さあ行くで、ロナウジーニョ、いいよ、いい感じ、ボグバック、ナイス、うわマジか、枠に入れていこう。 OKOKOK、 でもだいぶね相手崩してるから、2点目もなんか時間の問題な感じしますからね。まあまあでもまだまだ全然わからない、1点差はね、いいんだ、ほんまにいけるか、いけてない、 OK 取れそう、おい敵にパスしてどうする、しかし、おい、よいしょ、硬いディフェンス、人数は結構揃ってるね。フィネスドリブル無理か。スレイマニ、スレイマニからジャクソン・マルティナス、スペースを狙った、うん、さあ、いって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 ありました、何のファール、誰がファール、ちょっと不可解だね、今の判定、今のファールには51分、ちょっとポグバ狙ってっか、ポグバが結構背高いからこれ勝てない。ここはすぐ奪い返します。いいよ。オッケー、ナイス。行こうと何行こうとしてね。これ強靭にはなかった積極性やね。ロナウジーニョ、メッシ。うん、メッシ。中田。オッケーよ。マンチェスター・ユナイテッド。よしよし。これは奪い返します。おお、滑るな、さすが雨やから。さあ、サイドチェンジ。長いパスがつながります。ちょっと選手変わる。カンテ、カンテにしよう。ああ取れてない。ロングフィードで狙う。おい、まずいぞ。ああマジか、打ってきた。打ってくると思わなかった。はいはいはい、オッケー。さあしっかり守ろうコンパニー。コンパニー、俺はでかいぞ。190センチあるぞ確か。確かな。オラティーヤ。よしよし。マラドナ、持ってこい。マジで？うわ無難。何があったんや。うわコーナー続いてる。怖いな、でもやっぱセットプレーって。ナイス。よしよしよし。今までに2019年にはなかったこのキーパーの変な動き、あら、あー、いって失点したわ、どうしよう、あ60分選手帰る時間ですね、サブ持ってるやつおったな、そうだ、パスが出ない、いやマジでやばい、地元の応援が向こうは、そうですね、見事に相手ディフェンスを翻弄しましたよね。これは普段絶対に開かないところにバイタルできましたからね。いいよ。崩し方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さがまた素晴らしいですよね。どこに出してんねんみたいな感じでな、ちょっとしっかり。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。一旦仕切り直しですね。一旦こうね。は五分。なんかパスがほんま定まる。一回ちょっとトラップとかした方がいいかもしれない。ちょっと展開読めなくなってしまいましたね。やっぱりダイレクトで出すと精度はだいぶね。落ちますからね。メッシへ、メッシからマラドーナ、スルーパス、裏へ飛び出した、イデトシナカータ、ダメ、マルティネス、火で打ったよな相手、危ない危ない危ない、これめっちゃやばい、いけるか、よし、ちょっと人数多い方にライマー、OK ナイス、しっかり攻めよう、はい、メッシー、激しいボールの奪い合い、おー、よしよしよし、いい感じよ、ここでファールをもらいます、行こう、そのままちょっと打った方が良かったな、今フリーキックにして、ポグバ、よっしゃ、
なあ、ダメか。長いボールを送ります。よし。マラドーナ。行こう。さあ、ロナウジーニョ。どうする？チャンス来た。どうだ？ああ、入らないか。選手変えましょうか。もう時間帯がね、結構いってますよ。ちょっとサブ使われんだったわ。サブ使う言ってたけどね。どうしようかな。あ、ロナウジーニョ、スタミナ全然あるよ。ラクティッチ使うか。そうね。どうしようか。コスパサブ使いたいとこ。でも、ロナウジーニョ変えます。エイエン変えます。いや、マルドナ1個下げて、このバーグナー使おうか。これでいこう。2人センターフォワード並べときます。ちょっと点が欲しいんでね。ミランとしてはやはり高さを使った攻撃をしてくる、ね、最後に攻撃しましょう。まあね、ちょっとでかいやつ入れたから。来た。オッケー。ああ惜しいな。よし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 。まあセットプレーかなりなんかまあコンパに降りたことによって、ほんまに得点源みたいな感じですね。ほらダメか。よいしょ。来たぞ。どうなった？わかんないな。いい攻撃でしたけどもね。まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。よし行こう。デマルコスから長いボール縦へ。さあどこに出してくる。出るか。勝てる。なあマジで。あ入った。やった。よし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 。さすがスマサブ。ただちょっとね時間は適してないですけどね。出場する時間ちょっと遅いかなって感じはあります。おい。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事な攻撃でしたよね。しかも、おい！めっちゃドリブル大きいな、あいつ。バグナー。まあでもヘディングやからな、ヘッダーやしね。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代中に入ることができたので。オッケー、大丈夫。ナイス。あ、ちょっとまずいよ、それ。入ってくるんですよね。さあ、ミラン、ここでリードを奪いました。うわ、マジ？やばい！うわ、もう最悪に抜かれた！時間ないんじゃん。大丈夫か？この時間での同点に追いつきました。やば。詰まってしまいましたね。やばいやばいやばい。遅らせろ遅らせろ。展開でしたし、迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩してくるわけでしたよね。リニューリニュー、まずいぞ。あーマジか、危ない。90分。結局この展開だったな。2失点して。よっしゃよっしゃ、ね、よっしゃじゃないけど、そんな行くやろ。まあ歩けてるんで90分か、ね、もうあと数分で終わります。ラキティッチ、大事に行きたいですね。あー失敗した。まずい。やべえ、よいしょ、あかん、引き分けそうや。ラキティッチ、うっと、あー時間ないか、やっぱり。はい、試合終了、2対2ということでね。いやー引き分けに終わってしまいました。これちょっと微妙やな。終盤の攻防戦は非常に見応えがありましたね。ちょっとロナジーの背番号悪かったから、まあ、で結構不調選手多かったからな。そうですね。で、まあ、メッシは、ね、安定の活躍してくれましたね。まあ、マラドナもアシストしたということで、まあ、悪くはないけど、まあ、もうちょっとなんだろうな、失点シーンまず見ようか。まあ、今作はね、まあ、こういうちょっと振り返りも見ましょう、しっかり。今作は失点シーンね、大事。大事でしょ。まあ、これでも入れたかったな。まあ、今かというよりは普通に打っとった方が良かったかもしれないね。ただ、なんかキーパー強いからな、今作。まあ、ここまでが前半の出来。ホグバック。ホグバックのシュートも、あ、これめっちゃ惜しかったですな。選手のね、結構技量というか、能力高いから、その、ポグバとか、メッシ、マラドナ。で、まあ、そのあたりは、結構ダイレクトでパス回しても、まあ、ポンポン繋がる感じなんですよね。ジャクソン・マルティネス。まさかの。これ中国から脱出したのかな？元コロンビア代表やったっけ？これな。クロスな。でも、再三ね、結構クロスで狙われとったから、
もうちょっとサイドのケアしなあかんかったかなって感じしますね。サイドでもな。いやっていうか、あの1対1になったシーンとかも見てもあれも入れとかなあかんな、よう考えたら。せやな、バークナーちょっと足元の技術に問題あるみたいな感じでしたけど、3人連れてここでライマーみたいな選手がね不利になったんですけど、これがこれ入れてんな、そうそうバークナーな、相手に当てながらやからな。それでもなんかもうちょっとヘディング頭を生かして攻めれた方が良かったですね。はい、まあ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 2020、まあ、こうやってねオンラインの試合も始まりましたけれども、まあぼちぼち結構面白いですね。やっぱりなんか前作とはまた違った面白みがあるというか、うん、でももうちょっとフィネスドリブルとかねいまいちちょっとつかめてないんですよね。前作と同じような感覚でやってるんでね。はい、ということで、引き分けですね。さあ、それじゃあレートヘンドまでいきましょう。まあ、できたらねスタートダッシュ決めたかったですけれどもね、まあ、こうやってちょっと低いとこから上がっていくっていうのも面白いかもしれないですね。さあ、あれ多分下がるやろ、2も下がった。はい、459ということで、まあまあぼちぼちねやっていきましょう。さあ、なんとしても今回はねマジでセンターバックなんとか獲得しないといけませんよね。さあ、誰が来る？あれ未所属これ。金ですね。誰でしょう、ここ。ここは？あ、バイエルンか。誰やろ。10でやってるか。誰ですか、これ。あー、セルジュ、ニャブリ。ニャブリですね。サイド打ちはないからなぁ。オッケー。はい、ということで、とりあえず誰も来なかったと。一発目失敗。これ厳しいですね。いやいや、きついな、マジで。次行きましょう。ヨーロピアンスターズ。ちょっとまあ、全然惜しげもなくに GP 使ってるんですけれども、まあまあ、序盤なんでね、GP はいくらでも手に入るかなということで、まあ、結構カツカツになっても大丈夫です。さあ、どこだ、これ。うわ、ポルトガル。ポルトガルはもうあかんで、クローレンも。多分な。誰やろ、ピッツィとかちゃうやろ。でも、まあ、誰でもええわ。銀でもいい。EMF です。リュボールフェイサー。金やけどな。やばいな。あと1回しかない。これまずいぞ。はい。ヤン・フランテール。そして、アルバロ・ガルシア。もう誰でもいいからセンターバック送れよ。ヤン・テラレーな。まだやってたんや。アヤックスいますね。あ、おったおった、そういえば。はい、それじゃあラストいきたいと思います。これちょっとなんとかしないとやばいぞ、マジで頼む。だいぶもうこれもうあれですね、身体かけてますよ。身体かけてちょっと大げさやな。かけてるとしたら何やろな。来た。いや黒やけどな。キーパーやんけ。レッサーキーパーや。あ、でもこれえロト、いきなり、あ、ロリスか。いやかと思った。はい、ウーゴ・ロリス。なんか今作キーパーやたら来るなぁ。とてもホットスパー。まあ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 、結構僕は好きですよ、このキーパー。どうでしょうね。低弾道を持ってますからね。さあ、もう一人黒玉連れてきてもええんやで。ええんやで。あ、金か。まずいな、これセンターバック。またキーパーやわ。クワイタ。ジョルジオ・ワイナルデム。いや、このままじゃいけんよな、絶対。ファイナルダメ、ええけどな。そういう問題じゃない。センターバックなんてできへん。ちょっとだけ。ちょっとだけもうスーシャルエージェントも引いちゃいます。マイクラブコインで支払う。ちょっともったいないけどな、これ。そうやね。あんまりな、センターバックおらんからな、ここ。まあ、黒が一人やったからな。ファンダイクだけやったから。ちょっと微妙かなと思いますけどね。まあでも、まあ、引こう。しゃあない。どこやこれ。いや、その国嫌や。アルゼンチンや。16番。誰か全然分からへんな。あ、ペロシア。あ、いいんじゃない？センターバック普通にできますもんね。まあ、控えとして入れとくわ、これ。オッケーオッケーオッケー。うん。全然オッケーよ。もうセンターバックでペロシア使っちゃう。